河野行政、規制改革省が10日、自民党総裁選、17日告示、29日投開票、への出馬を正式に表明した。衆院神奈川15区、平塚、茅ヶ崎市、大磯、二宮町、選出で、副総理を務めた祖父の一郎氏、党総裁、衆院議長だった父の陽平氏に続く、名門のプリンス。地元からは歓迎や期待の声が上がる、総裁、総理大臣は河野家の宿願、ぜひ実現させてほしい。3代にわたって支援している平塚市観光協会の福沢正人会長、79、は出馬を歓迎し、太郎さんは外相、防衛省、行革省と続けて大臣をしており、資質の高さは政界でも評価されている、と熱っぽく語る。河野氏の親族で、元藤沢市議会議長の河野明子さん、82、も、河野家としても支援者の皆さんにとっても、待ちに待った時、と期待する。平塚市議会の和田俊樹議長、39、は、信頼のおける政治家。日本を引っ張っていくリーダーになってほしい、と話した。総裁選に名乗りを上げたのは河野氏で3人目。歯切れの良い発言やツイッターなどを駆使した発信力で評価を受ける河野氏は有力候補と目されている。総裁選に勝利すれば、菅首相に続き、神奈川から2代続けての総理誕生となるだけに、自民県連も活気づいており、ある県連幹部によると、すでに9割超の県議は、河野支持で固まっているという、地元の市民のまでも期待感が膨らんでいる。